札幌ゴルフクラブは札幌市中央区に事務所がある一般社団法人。北広島市にワーズコース夕張郡ユニ町にユニコースのゴルフ場がある。1932年に札幌のゴルフ愛好家などによって月サムリンクスを造成。当時は東京以北最大のコースであり、東北、北海道では初となる18ホールの設計は 大谷光明が手掛け、当時では珍しい弁と芝を使用していた。ところが、1942年になると、ゴルフ場は軍の演習地になり、1943年に閉鎖となってしまった。戦後、マコマ内のキャンプクロフォードゴルフコースで、日本人のプレイが許可されると、法人プレイヤーの団体となる、札幌カントリークラブを1952年に結成。 1955年に開かれたクラブの役員会において札幌ゴルフクラブ創設と新設コース造成を決議した。翌年には現在のワーツコースの位置を最適地としてコース建設に向けた取り組みを進めていった。コース施設コース施設臨圧、コース、ユニコース、札幌ゴルフクラブ臨圧コースに関するカテゴリー、札幌ゴルフクラブ、ユニコースに関するカテゴリー、 ありがとうございます。